嬉しいことですね。坊主さんのいいとこ、こちら、日本への恩を忘れない、ね、っていうのはもうね、いきなりね、デビューした当時からも日本に来日してライブやってくれてるんですよ。その頃のね、パンフレット、おこれです。あ、ずいぶん違いが、1985年、これちょっと貴重なもんなんで大事に扱って、大事にちょっと扱って本人だよ、本人顔が子供だ、若いね。これがね、ロックの顔なのよ、ロック。男を超越した美の最先端、美。これなんかもうルックライク女性に見えないがある。すごい、ほら、わお、メンバーみんなそうよ。そうそう、やっぱジコさんなんかも相当綺麗な写真あるでしょ。あるんだ、最高な、ね、ちょっとね、ジコさんも綺麗だ。結構ガンワンメイクカメラさん、あ、でもかっこいい、ほらかっこいいじゃん、かっこいい、かっこいい。でももう親父さん私シフトない。美しいですね。さあ、なんとですね、日本がすごく、あのさ、はいはい、何でしょう、私のと年を聞いた途端にこれは何あんた。あ、そうだね、先ほど手繋いでた、そうよ、私のとそうだったの。ほんとごめん、ボーイフレンドってことすっかり忘れてたよ。怒んないで、心を許しすぎたから忘れちゃったんだよ。そうよ、魂と魂のって言ってたこんなの、急にね、すいませんね、立ちの悪い客でね、今日ね。ティコさんなんかもこの初来日の時のこととか覚えてらっしゃいます？もちろん覚えてるよ。ステージに大きな和太鼓があって、僕はドラマーだからそれがすごい印象に残ってるよ。確か大晦日のカウントダウンのライブだったかな。なるほど。あの、スケベ、あの、雑談やってもらえますか。何の話があってスケベに乗ったの。だってさ、はいはい、ってるっけ。いや、そんなことないでしょ。そう、そういう風にちょっと見えるだけで。というか、世界のビップが来てるのに立ってるって何だろう。気づかなかった。さあ、なんとですね、日本がすごく大好きでいらっしゃるボンジョビさんですけども、うん、まあファンの方はご存知でしょうけど、ちょっと日本のね、ちょっと童謡みたいなのを取り入れた曲もあるんですよね。そうなの？そうなんです。タイトルは東京ロードって言って、おうおう、はい、こちらちょっと聞いてもらいましょう。こちらのことです。あ、確かに。おお、桜。味持ってるもん、これ。桜。日本のファンから桜が入ったオルゴールをもらったんだ。確かデイビッドにだったと思うけど、その曲調がとても気に入って作ったんだ。それともちろんデビューの時から応援してくれてる日本のファンへの恩返しも含めてね。なるほど、これは嬉しいもんね。まあ、とにかくね、日本のその曲を入れてくれっていうのは日本ファンからすれば嬉しいですよね。桜が入ってたりとか、だからちょっとまたね、入れてもらおうと思いまして、今日プレゼント持ってきました。ちょっとお願いします。こちらですね、日本の童謡がいっぱい入ったですね、アルバムでございます。あのミュージックはチルドレン歌う曲。なるほど。また曲に入れてもらっていいですか。彼の名前をクレジットしなきゃダメなのかい。なんかお金が発生しそうですお前が書いた曲じゃねえし。商売上手だね。オッケー。何が。あとですね、せっかくですが、そのなんか有名な曲たくさんありますけど、日本のね、このような、ちょっとなんか教えましょうよ、ボンジョビさんにね、一曲、ハタポップがいいのかな。ね、歌いますので聴いてください。OK? カウントダウン。ワン、ツー、スリー。ポッポッポ、ハタポッポ、豆が欲しいか空やるぞ。
の集会だもん。参考にするよ。みんなどうもありがとう。あの彼は日本でアーティストをやってるんですけども、うんうん、日本の童謡を取り入れたことは一度も関係ないじゃんそれは。あとなんか先生おすすめのなんか童謡みたいなのがあるんですって。あ、そう。先生がぜひ取り入れてほしい童謡みたいなのがあると聞いてますよ。嘘。ちょっとなんか VTR があるみたいな。そんな恐れ多いこと言わないわよ。ご覧ください。おう、やめなさいよ。やめなさいよ。何やってんのこれ。たまごうり。あ、好評ですよ。でもほら好評ですよ。ほら好評、喜んでますよ。歌手なのかい。ノーノー、ジョークジョークジョーク。フェイマスアーティスト。なるほど。頼むよ頼むよ。あのね、お前これやろ、ほんと聞きな。冗談じゃないやろ。もう一回聞きたいで。ワンモア、いいじゃん。Not nice よ。Very good, very good。アリタ。はい。何やってんだこのバカ。いや、で、こっちですよね。こっちはこのレコードを差し上げますので、いろいろこうございますから、まあ、こっちはもぜひ持って帰っていただいて、うん、はい、このような見せてください。見せてください。良い子の皆さん、ぶっ飛ばすからね。レコード入ってんだから、重いわ。30前後で、ちょっと運命変わってるよ。この後は、世界ナンバーワンロックバンドに告げられる衝撃感。ね、はい、今日はね、ボンジョビの皆さんから先生にもプレゼントがあるらしいんですよ。はい、僕からプレゼントがあるんです。あ、ティコさんから。実はこの時計は僕が作ったんだけど、宝石先生に似合うと思ってアメリカから持ってきたの。ほら、このチョーカーもつけてみてください。すごい先生、よかったっすね。すごいな。オッケー、すごいな。バイプレスの、うわー、よく似合いますよ。おお、素晴らしい。わお、ファンのみんなにもあるんだ。僕が作ったロックスターベイビーというブランドのベビー用品だ。おしゃぶり、あのほら、母乳瓶がな、かわいいでしょ。みんなにプレゼントします。どういたしまして。あの我々も一応この番組の携わってるんですけど、我々にはない。いやらしい。言ってもらっていいですか、これ。あの時計とかかっこいい。あ、これあげる。哺乳瓶。それ加えてくれ。ノーワッチ。ワッチ。ワッチ。ちょっとそのプレゼント持ってきて。お、例えばプレゼントが皆さんに。そう、逆に。じゃあ。はい。4つ、はい。これね、ダイヤモンド。おぉ、サックス。おぉ、すごい。本当にいいんですか。こんな嬉しいことないよ。レイン、ダイヤモンド、リバ。おぉ、こんな素晴らしいプレゼントをいただくなんて思ってなかった。本当にありがとう。もう、おぉ、